さん暑い中お疲れれ。様です。選手今までやってきてるんですけど、まあ、みんな監督の素顔も見たいんじゃないかということで素顔はそんなに出さな出いですよ <laughs> 今回のテーマが「俺の子育て論」ということで、うん、なるほど。あり、はい、さんのお子さんは今何年生今小学生と中学生なんで娘さんがお二人、うんね、ということで、はいうん、どういうふうに育てていくことをこう大事にしてきたかみたいな。 ありま,すかまあでも自分が結構好きなことをサッカーをこうやってやらせてもらった親にああか僕自身もまあスポーツはねやっぱやってていいなと思う部分があるんで、うん、まあ好きなことやっていいよってスポーツの中でね、まあ、スポーツだけじゃないんだけど上の子は水泳で始まってテニスやって、うん、で中学生になったからサッカー始めて <laughs> で下の子はまあ水泳やってまあ一緒にサッカー今やっのめり込んで。 2> 2人で今サッカーの話を<ー>ファジアナの話をしてくれたりとかまあちゃんと責任持って自分がやりたいって言うんだったら応援するよと、うん、ただやるって言うんだったら本気でやんなきゃダメだよもうやっぱ本気っていう、ね、<laughs> それは変わらないかなはもう選手に言ってることと、うん、そう本気で楽しんでくれればね、うん、応援するよっていう形ではやってるんで今のところはもう本当一生懸命。 んもちろん好きなことサッカーやると同時にあの学校のこともやらなきゃいけないし、うん、友達のこともやらなきゃいけないよっていうので合わせてね、うんまあ、サッカー今すごい2人とも好きなんで、うん、まあでもそうやって好きなことをやりたいからいろんなことも一生懸命やってるし巨大喧嘩もしてますけどお<ー>聞くと、まあ、なかなか今帰,帰ってないんで全然帰れてないんで状況でね相手もないと思うんですけど。うん でも逆に試合は見ててくれてるんですかそうですね必ずダゾーンで見たりとかそうやってサッカーの話はしながらいいです、ねうん、まあ今だからファジアーノが大きなまず話題で応援してくれるし他のマスクもねこの間ファジマルのマスクを買ってう、うん、そうやってファジアーノのファンでもありサッカーの好きな2人でもあるんでああまあ好きなものを責任持ってトライさせてる部分はあるかもしれない。えー、逆にこう… その後こうどんなな大人になってほしいとかありますか最後仕事も何でもそうだけど友達もそうだけどやっぱり自分が好きなものを見つけてそれにこう一生懸命トライしていくというか積み上げていくっていうことができれば多分いろんな発見があると思うしやりがいがあるじゃないですかやっぱりこうやりがいが見つけてもらえるのが一番いいかなと思うその一つとしてね今サッカーをやってたりとか勉強も頑張ってみたいですけど。うん、一緒にいる時ってこう 奥さんのこう手伝いとか、家事の手伝いとか、なんかしてたんですか。まあ、僕なんでもや,やりますよ。よもともとね、こうやって、いろんなとこ一人で行かないといけないこともあるし。遠征も結構多かったんで。んはい。だから、なんでも普通にやります。あ、本当ですか。はい、自分からやっちゃう方です、ね。はい。結構そういうのが好きなんで。お<ー>はい。あ、そうなんですね。でも、子供とも遊ぶ、よく。二人で遊びに行くこともあるし。まあ、今でも。オファー帰れ、下の子と二人で行く時もあるし、上の子と二人で行く時もあるし。中学生ですけど、まあ。 日けていく時もあるし。今はね、ちょっとシーズン入っちゃうと難しいですけど。まあ、それは嬉しいですよね。父親としては。僕も一度お会いしましたけど。ああ、そうですね。そうね。もう、なんかすごいお父さん大好きな感じが。まあ、厳しいことも言いますけど。一緒に遊んでる感覚ですかね。自然体がいいと。そうですね。そうですね。って硬いね、俺。いやいや、いやいや、けど。いやいや、またまた引き出していきたいと思います。はい。他の選手も含めて。